Google マップの表示を、航空写真に切り替えてみましょう。航空写真をクリックします。天気情報をクリックします。地図の近辺の天気情報が表示されます。詳細をクリックして、地図を拡大表示します。 プルダウンをクリックして表示情報を変更してみましょう。ラベルのチェックを外すと、地図上の建物名などの表示が非表示になります。マーカー表示の住所をクリックすると、マーカー付近の情報が表示されます。写真をクリックすると、 地図上にユーザーによる投稿写真がある場合、サムネイルが表示されます Google マップではさまざまな情報が確認できます。